皆さん、こんこにちは、キズナアカリです。角瀬琴音だよ。裸デバネズミは体毛がない地中生活をしているげっしゅでアフリカのケニアやエチオピアソマリアなどの乾燥した地域に分布しています特徴的な見た目のネズミよね彼らは哺乳類にしては珍しく新社会性を持つ動物で地中にトンネルを掘って最大300頭平均80頭ほどの大規模な群れを作って生活していますかなりの大家族なんだ。 裸でバネズミの群れでは女王とも呼ばれる1頭のメスと1から3頭ほどのオスの実が繁殖を行い残りの個体は兵隊やワーカーとして集団の維持が役割なんです女王がいるなんてありみたいね体が小さな個体はワーカーとして穴掘りや食料調達を行い大型の個体は巣の防衛などが役割なんです役割分担しているのね群れの中では固い絆で結ばれている裸でバネズミですが 他の集団に対してはかなり攻撃的になるという習性があるんですえどういうことなの裸デバネズミは近隣にある他の群れの巣を襲い領土を拡大しそこにいる子供の個体を連れ去ってくるという行動に出ることがあると言いますそんな習性があるんだこの行動は飼育下で確認されていたんですが2020年の研究で野生でも見られることがわかったんですセントルイス・ワシントン大学などの研究チームは10年以上にわたり 野生環境での観察を行いましたその結果ある裸でデバネズミの群れが他の集団の巣にトンネルをつなげ兵隊ネズミが侵入を開始することが判明したんです攻撃されるるとどうなるの攻撃された側の群れでは女王ネズミが顔に怪我を負っていたり巣の移動を余儀なくされたりするんですそして侵略を受けた側の群れの中で批判色個体が連れ去られていることも確認されました何のために連れ去るのかしらね 連れ去られた裸でバネズミは連れてこられた巣で労働力として活用されることになるんですこのようにして侵略に成功した群れは労働力を増やすことができ自分たちのコロニーを拡大していくことができますすごい戦略ねでもそもそも新社会性って何なのかしらね新社会性とは主にアリやハチなどの動物で見られることが多く集団の中で高度な分業と協力が行われるのが特徴です それぞれぞ異なっった役割があるってことねはいその通りです繁殖は群れの中の少数の個体が担当し餌集めや巣の防衛養育などの役割を持つ階級は不妊であることが特徴なんです哺乳類ではダマルラ,ランドデバネズミも新社会性を持つことで知られるほか海面に共生するツノテッポンエビ族の中にも新社会性の種がいますへえエビにもいるんだ哺乳類で新社会性を持つのはデバネズミの仲間なのね そうなんです。タマラランドデバネズミは、裸デバネズミと同じデバネズミ科に属し、地中に掘ったトンネルの移動に適した短い手足と円筒形の体をしています。タマラランドデバネズミは、最大四十匹ほどの群れで生活していて、繁殖する一つのペア以外の個体は、巣の維持と管理を担当しています。裸デバネズミと同じような習性ね。ツノテウエビの方はどうなの 300匹ほどの集団で暮らしているんですが繁殖に関わるメスは1匹だけなんですそして残りの群れのメンバーはコロニーの防衛や餌集めをその役割としていますツノテッポウエビは自分が属するコロニーの仲間を判別することができ他の群れの個体は大きなハサミから繰り出す衝撃波で追い払うという習性があるんです自分のののコロニーを守るるに役立っているのね。そういえばその他の動物の群れの個体数ってどれくらいなのかしらね そうですね。例えば海洋哺乳類であるシャチはメスを中心としたポットと呼ばれる群れを作りそのメンバーは50頭ぐらいになるんですへえ50頭もいたらすごいにぎやかそうねまた大きな体を持つカバも最大100頭ほどの群れを作りライオンやワニなどの外敵を協力して追い払うという習性がありますみんなで力を合わせるんだアフリカ大陸の南部に生息するヌーは牛科に分類され約3 0 0 0キロの距離を 水や餌を求めて、数万から数十万頭の群れで大移動することでも知られています。ヌーの大移動ってすごいわよね。以上で、今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。